ケラメイコスケラメイコスは、ギリシアのアテネの一地区で、アクロポリスの北西に位置する。かつての四壁のディピュロンモンの内外の広い地域を含み、エリガノス川という小川に沿っている。古代には、陶工が多く住む地域で、英語のセラミックの語源でもある。また、市街地からの道路に沿って、重要な墓地があり、多数の墓標彫刻が立っていた。ケラメイコスで出土した他の彫 紀元前330年から310年頃。高さ2.91メートル。大理石生母比のレリーフ。紀元前390年頃。ケラメイコス博物館ケラメイコスという名称は、区域を意味するデルタミューと、陶芸用粘土を意味するカッパローアルファミューから、派生した、イプシロンドーアルファミューイプシロンを組み合わせた、語である。 アクロポリスに近い部分は、刀工が多く住み工房が並ぶ地域で、外側の部分は墓地になっていた。また、紀元前431年に、ベリクレスが有名な、ベリクレスの長辞を読んだ、世界初の国葬公共墓地、デルタイータミューシグマヨータニューシグマミューアルファも、あった。この墓地はまた、ヒエラホドスの起点でもあり、エレウシスの悲劇のために、ここを行列が通ったという。 近年いくつかの発掘調査が行われているが、発掘された領域はかつてのデモスのほんの一部である。この地域はもともと湿地帯でエリナノス川の土手を上がったところが、紀元前3000年期頃から埋葬地として使われていた。整備された墓地になったのは紀元前1200年頃で、発掘によってそれ以降の石棺や副葬品が出土している。 南方のより標高が高く乾いた土地には住居が建設された。アーカイック期になると、墳墓の塚や墓標が複雑化、巨大化していき、エディダノス川の南岸、聖なる道に沿って数多く建てられるようになっていった。紀元前480年にアケメニス朝、ペルシャにアテナイが蹂躙されたことから、紀元前478年に新たな死壁が建てられ、 この地域の景観が一変した。テミストクレスの提案で、墓標彫国は、私壁内にすべて建てるようにし、北西に向かう二つの門をケラメイコスに建設した。エレウシスに向かう聖なる道が私壁を通る門を、聖門それより北に向かう広い道ドローモスが通る二重アーチの門を、リピュロン門と呼んだ。校舎の門からしばらく行くと、アカデメアがある。国葬墓地は、 ディピュロンゴンの内外にあり、ペリクレスやクレイステネスといったアテナイの英雄や政治家がそこに埋葬された。支壁建設後も、紀元前4世紀後半頃まで、聖なる道とそこから分岐した道沿いに、裕福なアテナイ人が大きな墓標彫刻を立てた。紀元前317年、大きな陵母の建設が法律で禁止され、それ以降は墓に使える円柱や、 大遺跡の大きさが制限されるようになった。ローマ帝国に征服されると大型の墓の建設が復活したが、それらはほとんど現存していない。古典期には、紙壁の内側で二つの門の間にポンペイオンという重要な公共建築物が建てられた。これはパンアテナや祭りの時のアテナーを称える行進において重要な機能を果たした。円柱で囲まれた。 大きな中庭と宴会場があり、アテナイの貴族らが祭りで生贄に捧げられた肉をそこで食べた。古代ギリシアの文献によれば、ヘカトンベが祭りのために用意され、市民がケラメーコスでその肉を受け取ったという。発掘により、そのあたりの死壁の前から大量の牛の骨が見つかっている。紀元前86年にスッラの軍がアテナイを包囲攻撃した際、 ポンペイオンと正門付近の他の多くの建物はことごとく破壊された。紀元2世紀にはポンペイオン跡地に倉庫が建設されたが267年のヘルリ族の侵入で破壊された。この廃墟は紀元500年頃まで陶芸工房として使われていたがその頃に2列のコロネードが門の背後に建てられかつての死壁を越えて伸びるようになった。 三つの出入り口からなる新しい祭りの門が東に建てられた。これもアバール人やスラブ人の侵略で6世紀末に破壊されている。これ以降ケラメーコスがどうなったのかは不明である。1863年、あるギリシャ人労働者が石碑を掘り当てたことで遺跡があることが分かった。1870年、ギリシア考古学会の講演で、 ケラメイコスの考古発掘が開始された。1913年から現在に至るまでは、ドイツアテネ考古学研究所が発掘調査を続けている。アテネ地下鉄のケラメイコス駅建設の際、紀元前4世紀から紀元前5世紀の墓や伝染病死者を埋めた穴が約1000個見つかっている。ドキディデスは紀元前430年に包囲攻撃されている。 当てないで伝染病が流行し、パニックに陥った状況を記している。流行は2年続き、全人口の3分の1ほどがそれによって亡くなったと見積もられている。彼は死体が神殿や通りに捨てられ、後でまとめて葬ったことを記している。同じ伝染病は、紀元前427年の冬にも再流行した。発掘に携わったギリシャ人考古学者、 E5 ベザイタープルバリバーニーは、その伝染病の犠牲者を葬った穴が、紀元前430年から426年のものだとした。近年、ドイツアテネ考古学研究所によるケラメイコスでの発掘で、ディピロンスカルプターと呼ばれる彫刻家の作品とされる、高さ2.1メートルの空路素像が出土した。ありがとうございます。